少々列車揺れますのでお注意ください。揺れますのであれだけ練習した大阪環状線ご利用くださいましてありがとうございます。外回り新今宮弁天町宿城から大阪方面です。次は新今宮です。大和路線 JR 南波駅南海線地下鉄線阪海線を乗り換えです。多少お願いです。この列車の前からご両名4号車は終日女性専用車となっております。皆様のご理解ご協力をお願いいたします。今宮です。 JR ナンバーにお越しのお客様を乗り換えください。向かい側ホームでお乗り換えください。ちょっとでかくないとそんな声がかけない。余命3ヶ月のメガネとかいつか観察してる。観察員とかそんな言わない。足原橋です。出口左側です。足原橋です。出口左側です。
全然出しながら楽しんなかったな。全然出しながら出ない。もうちょい押しが出ない。でも言うよ。逃げた。逃げた。若いよ、逃げろ。積もるやん。せや、待って、和歌山南に入るやん。いや、でも道路詰まって囲われんの。え、和歌山？いや、うち食品メーカーで物流運んでて、和歌山の辺全然あったいましたよね、先々週が。今週もやばい。どこ行ったの？次は大将、大将です。あー、もったすぐもったすぐもったボール持って、ソリは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 スマホーで、え、生俺そう思いだ。違うお前に乗る？なんか新今目で降りるでしょ。俺新今目で降りる。店長です。
まあ、彼とかもあるんだね、厳しいな。西九条、西九条なし JR 姫崎線と8時半を見る出口は右側です。大阪、京橋、鶴橋方面行きです。次は野田、野田です。Thank you.
次は福島です。福島です。大阪です。JR 京都線、神戸線、宝塚線と阪急、阪神、地下鉄線ご利用の客様の方です。出口は続いて右側です。新大阪駅にお越しのお客様、大阪駅、ホームを変わりまして7番、8番ホーム、JR 京都線にお乗り換えください。大阪です。